はい、今回のテーマとしてはあなたの横回転サーブをさらに効果的にする準横ナックルロングサーブのポイントについて解説をしていきたいと思います。まあ、今までもナックルロングというサーブの解説は何度かさせていただいたんですけど、今回は準横ナックルロングですね。あまり聞くことがない言い方かもしれないんですけど、私自身も最近使用していて、確信を持って効果的に効かせることができると私も思っておりますので、ぜひとも皆さんに覚えていただきたいんですよね。このサーブを取り入れることによって、普段使用している横回転サーブとの組み合わせもやりやすいですし、3球目につなげやすく、サービスエース率も高い、おすすめサーブになっておりますので、ぜひとも最後までご視聴ください。ではやっていきましょう。準横ナックルロングを出すために意識していただきたいポイントの1つ目としては、ラケットを縦に使い斜めから入れるということです。ナックルロングサーブを出すときに、今まで私は縦に使う横に使うどちらでも構わないということが多かったんですけど、今回は縦に使っていただきたいです。やはりナックルロングといってもやや横回転の入ったサーブにしてあげたいので、そういったサーブを出すときにラケットが立ってしまうと横回転が入らず、まっすぐ飛ぶかやや巻き込みサーブの回転になってしまうことが多いんですね。なのでラケットは縦に使うようにします。そしてやや横回転を加えるために斜めからラケットを差し込むということを意識しましょう。ボールの内側に向けてラケットを差し込むといった、捉え方でも構わないです。そういった当て方をしてもらうことで、叩きつけるような出し方でもサーブが勝手に曲がってくれるようになります。このサーブの注意点としては、自分から横回転を加えようとしないこと。そうしてしまうと横回転が加わりすぎて単調なサーブになってしまうので、目的はやっぱりナックルロングといった相手に判断されづらい回転にしてサーブを出すことが大事になってくるので、出し方としてはナックルロングの出し方を重点的に意識してやっていただきたいです。上から叩きつけることで、ボールに対してやや下回転を加えることもできますし、相手がポトって落とすようなサーブにしないといけないので、縦に使うことでボールの滑らし方をしっかり相手コートにスーッて飛んでいくようなサーブにすることは意識をしましょう。2つ目としては、インパクトの後にラケットを別方向に逃がすということです。これはナックルロングを安定させるためのポイントでもあり、別の回転との組み合わせを行うためにやっていただきたいポイントなんですよ。その組み合わせ方というのはまた別のポイントでお話しさせていただくんですけど、まずは安定ですよね。ナックルロングサーブを出すときにやはりミスのパターンとして多いのは、ラケットを前に出しすぎてしまうことなんですよ。速いサーブを出したいからといって思いっきり押すような動作を加えすぎてしまうと、速いサーブを出す以前にまずミスをしてしまうので、ミスを減らすために速いサーブでミスなく出していただくためにも、逃がすといった動作は絶対大事になってきます。今回はどこでも構わないです。当てた後横でもいいし、当てた後上でもいいし、当てた後下でも構わないです。私自身は当てた後上げることが多いかなと思います。上げることで別のサーブの組み合わせもやりやすいですし、おすすめとしては普段自分が出している横回転のフェイクモーション、一番よく使うフェイクモーションと揃えてもらうのがいいかなと思います。そうすることで他のサーブとセットで組み合わせることもやりやすいかなと思います。あんまり良くないのは、明らかナックルロングを出す時だけ全く違ったような出し方フォームになってしまうこと、そうなるとやはり読まれるであったり、しっかり回転をかけて返される恐れがあるので、そちらは注意していただきたいです。ナックルロングを出すときはやっぱり14回転と違ってフォームが変わりやすくなる恐れがありますので、ビデオを撮るなどして自分のフォームがどれだけ変わっていないかは確認するようにしていただきたいですね。3つ目のポイントとしては、重心移動を使って叩きつけてサーブを出すということです。これがナックルロングを安定させる一番の秘訣だと思っていて、どのサーブにおいても言えることなんですけど、やはり小手先でサーブを出してるだけだと練習は安定しても試合とか緊張した場面でサーブが安定しなくなるんですね。手首という部分はやっぱり試合なんていうことが聞かない部分ですし、緊張すると簡単に固まってしまうんですね。なので安定させるためにはしっかり体を使う、
まあ、いわゆる重心移動ですね。重心移動のやり方としては、まあ、サーブを出す前に軽く右に重心を置けてあげて、まあ、左にぶつける、右左、この右左の重心移動を上から押さえ込むように行ってもらうことによって、まあ、叩きつける動作が可能になります。体が伸び上がってしまうと、この重心移動も意味がなくなってしまうので、しっかり体を沈めるように重心移動は行っていただきたいです。小手先で叩きつけるよりも力加減の調整もやりやすいですし、重心移動をしっかり使うことによって、まあ、次の動作にも入りやすくなるんですね。でこの時の注意点としては、体がグラグラしないこと。よく重心移動を行う時に、右に重心を乗っけた時に体がのけぞってしまって、左に重心を落とした時に体が前かがみになってしまう、まあ、こういった方がいらっしゃるんですけど、まあ、こうなるとやはりサーブも安定しにくい、打球ポイントが安定しなくなってしまいますし、まあ、その後の戻りもスムーズに行えなくなってしまうので、まあ、体の姿勢自体はまっすぐをキープしたまま重心移動を行ってもらうことが大事になってきます。で体を沈める動作というのも、そのまっすぐの姿勢のまま体が置いてくることが大事なので、まあ、体を沈めなあかんと思いすぎて前かがみに倒れるようなサーブにはならないようにしていただきたいです。こちらのサーブのおすすめの使い方について解説をしていきます。まあ、先ほどお伝えさせてもらった組み合わせ方ですよね。でこのおすすめの組み合わせ方というのは、横上の伸びるロングサーブと組み合わせてもらうことです。ほぼ真上のロングサーブですよね。やはり回転の変化幅をつけてもらうことが、まあ、このサーブを生かす一番のポイントだと思っていて、まあ、ポトって落ちるようなナックルロングサーブと、手元に伸びてくるような横上回転のロングサーブを使い分けることができれば、相手のラケット角度を崩すこともできますし、ちょっとでも下からラケットを出してしまったら相手が角に当ててしまう、上から押さえるとポトッと落ちてしまうといった、まあ、レシーブミスを誘いやすくなるサーブだと考えております。私自身はそれをバックミドルの方に出していて、相手がちょっとこうバックで姿勢を崩して合わそうとした時に、まあ、どそこにはまって失敗をしてくれるといった、まあ、使い方をよく行っていて、これが特にバックがあまり得意じゃない選手には、まあ、非常に効果的で、もし返されたとしてもそれはバック側に返ってきやすいので、まあ、次のボールをしっかり待ち構えて攻めていくことも可能ですので、まあ、こういった活用をしていただくといいかなと考えています。習得していただくことで、強く回転をかけることがあまり得意じゃない選手でも、まあ、効果的に効かせることもできるサーブだと思いますので、皆さんぜひ一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。